はいどうもマノチです。よろしくお願いします。斉藤由紀改造計画やっていきましょう。難易度83強いプラスです。今回から後半戦ですね。今現在の成績が、こんな感じです。まあ16試合登板して7勝5敗。まあそうだね、7勝5敗っていう数字だけ見れば、まあそこそこなリアルな数字なんじゃないかなとは思ってます。はい、まあ防御率はねあんま現実感がないぐらいにいい感じになっちゃいましたけど、で後半戦スタート時点で、マー君 1.82 防御率、斉藤佑樹 1.93、 大谷 2.57。 まあ後半戦次第でね、まだまだどうなるかわからない感じですね。マー君がねなんか逃げ切りに入るんじゃないかなって気はするけど、まあ、なんとか追いつきましょう。はい、早速やっていきます。楽天戦、まあどうせならねマー君とやりたいなってのはあったけど、まあ、なかなか巡り合うのは難しいかな。じゃあ大谷で、はい、よし、お、キャッチャー市川やっていきましょう。まあねキャッチャーによってその失投率が上がるとかはさほどないっていうことはまあ分かったんで、うん、まあね1回目の動画はねもろに近藤のせいにしたけど、まああれは俺のせいだったからね、やっていきましょう。いやーできるだけ失点を少なめにしていきましょう。防御率を下げることだけを考えていかないとね。おそらくマー君はね防御率1点台でシーズンを終えると思うんだよね。頑張ります。まずはファイターズの先発、よし、あ、投球練習すればよかったな。縦すら、そうですね、後ろのバッターにですね勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね、はい、ピッチ決まっています。フォーク、さあ3球目は何か。変化球、いや地味にねポイントが溜まっててさ、左打者マイナス1とかも消せるぐらいには溜まってはいるんだよね。ただそこに使うべきかどうかを迷ってて、なんやかんやでポイント使わずにいるっていうのが現状でさ。マウンド上のピッチャーは斉藤、そしてキャッチャーは市川。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。あとコントロールもほとんど D になったんじゃないかな。うん、君が見た光は E なんですけど、多分 D に上げたところで俺の失投率は変わらないから、もう9位の方にポイントは回していこうかなと思ってます。防御率も1点台と素晴らしい成績でここまで来ています。変化球、これは胸元へ抑えていきますよ。低めストレート、ストライク、ワンボールツーストライクです。変化球、こんなもんだ、君が見た光使わなければもう企画の醍醐味なのに使わなくなってるからなすげえ嫉妬すんだよね、怖いよね。惜しい、ちょっともうちょっとなんか余裕あるときに1球ぐらい使っていこうか。君が見た光、走んねべ、走んないね。膝元食い込んでいくいいボールですね、はい、次は外を攻めて引っ掛けさせたいですね。なるほど、そうですか。4球目は何で来るか。引っ張った、うわ、一塁線破っていった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ピンチだね、ピンチだね。3試合連続安打、ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには6番、怖えな。ファイターズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんで、ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。打ちました、よく追いついた、二塁へ送球、アウト。投げれなかった、そっか。イーグル、さあこれが、いやけどまあファインプレーですね、うまいですね。まずはインコース、いい入り方ですね。コース、球種とも文句なしです、はい、打たれたとしても詰まるかファールになる可能性が高いですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、
落としました。外れます。あっぶね。球空振り、ツーアウトになっています。今日これがプロ入り初打席となる。え、そうなの。ツーアウトランナー一塁です。緩いボールがコーナーに決まります。ストライクです。じゃあプロは甘くないということを斉藤祐樹さんが教えてあげましょう。3球目、落ちる球を持ってきました。いいところへ決まります。ツーボールツーストライクです。よし、空振りを取ります。いや1失点しちゃったか。こんぐらいで止めておきたいね。小宮山さん、ここまでの両投手のやってりゃ失点はしゃあないけど、ちょっとなんかフラフラしてるような感じの投球内容には見えますよね。そうですね。この後どのように修正してくるんでしょうか。うまい。さあ外してくるのか。低めに外れてボール。ファウルになります。行こう。ちょっとやばい。今日の君が見た光はやばいぞ。後半戦になってなんかすげえ調子いいんじゃないの。最後は三振を奪いました。打順は1番に帰ります。バッターチェンジアップ弱いか。ちょっと有効に使っていきたいね。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。低めの球、これは外れます。インコースを落としました。いいんでしょう。ツーボールツーストライク追い込んでいます。打ちました。うまい。ヒットになった。ワンアウトか。一塁となりました。送りバントされたらラッキーな感じはするけど、つい銀次だからな。絶対二塁に置きたくないな。バッターボックスには山崎。走ってくんなよ。彼がきっちり決めてくれるでしょうね。なるほど、そうですか。よし、入りました。低めで打ち損じを狙いたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。一塁はセーフ。3球目は何で来るか。変化球でラッキーですね。ミス球だったけど。ツーアウトになりました。さあ一塁に勝ち越しのランナーを許しています。バッターボックスには銀次、そして一塁ランナーは松井。まあ彼がランナーなんで走らせてくるかもしれません、ね、あ、来た。ファーストランナースタート。キャッチャー二塁送球する。うん、しょうがないわ。銀次、銀次抑えよう。ここで許してしまいました。まあそうですね、走ってくるとは分かってたんですけどね。もうね、俺はね、肝心なところでね、平気で嫉妬するからな。よし、バッターボックス中川。まあ前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ナイスボール。への変化球は決まりません。俺がね結構ストレート多投するから、ストレートの球 D とか欲しいよね。だいぶ変わってくるよね。外れてますか。打ちました。取りました。一塁へ。オーケー、いいよ。5番バッター。1球目行ってみようか。君が見た光。斉藤、まずは先頭バッターを打っています。あ、打ちました。ライトが下がっていく。入った。ホームラン。これは失投でしたね。そうですね、やっちゃったね。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。まあ、いつも通りの君が見た光でしたね。危ない危ない。おい、嫉妬多いぞ。市川か。市川のせいか。市川のせいじゃないか。嫉妬が多いぞ。打ちました。ヒットになった。やばいね、パコパコ打たれ始めたね。打順は7番藤田。ランナーを一塁に置いています。アウトコース見送っています。打者の内角をえぐるような投球でした。インコース決まった。
ワンボールツーストライクです。落ちる球見送っています。低め振ってくれればというようなボールです。よし、うまい。結構勇気使ったよ今の球は。打ちました。ファースト取った。オッケー。一塁アウトで。いやー、失投のホームランはもったいなかったね。よし。まあこのまま点取られなければ、なんやかんやで防御率1点台で試合を終えることはできるんじゃないかな。さあしっかり抑えていきたい。これが3球目。ファウルになります。フォーク。ナッチ。ワンアウトです。打順はトップに帰って松井。ストレート。アウトロー。なるほど。そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。よし、ナッチ。外わずかに外れた。入りました。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。くそ、わずかに右に切れました。ファールボール。決めにかかってたんだけどな今ので。低めの変化球は決まりません。フォーク。これで決まるのか。インサイド落ちました。うわ、危ねえな。カープ1球目は何で来るか。アウトコース打ちました。ここもしっかり抑えましょう。ここ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、西さん、不調に陥ってる感じでしょうか。はい、ちょっと調子を崩してますね。よっしゃ、何かきっかけになるような一本が欲しいところですね。ふう、大変だな。次銀次からか。とりあえずここを抑えちゃえば。札幌ドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。だな、楽天イーグルス。ランナーには出したくないね。クリーンアップから始まります。バッターは銀次。ファイターズリードで迎える6回です。さあ小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。そうですね、一発出れば試合がひっくり返されることもありますから、点差は待ってった。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。待ってって。バットは動きません。よく見て、アウトローでいけんじゃね、ストレートで打ちました。この当たりはどうか。この打球よし、アウトローのストレートはすごくいいね、この試合はね。君が見た光は相変わらず使えないね。今日の先発ピッチャーはファイターズが斉藤、そしてイーグルスが則本、この2人の投げ合いとなっています。もっとギリギリにここにまっすぐ打ちました。よし、オッケー、いいよ、省エネピッチングだよ。バッターボックスは5番増田。今度は失投を打たれるようなことは許されませんね。なるほど。さあバッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。さっき打たれてっかんな。超危ねえ、超危ねえな、この球すげえリスキーだな。何が嫌だって、ハイリスクローリターンだよね。大して返ってこないからね。いや、もう一回使うぞ、もう一回使うぞ。変化球低めに持ってきましたがボールになります。スリーボールツーストライク。打ちました、流しました。うまい、うまいね。いや、もうちょっと低めに決めたかったんだけどさ、ファーボールもやだなみたいな感じで、ちょっと中途半端になったね。6番バッターペーニャ。行くなら行く、落とすなら落とすで行った方がいいかったね。ヒットを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さてこのところの打ちました。セカンド取った。よし、いいアウトになりました。このイニングぐらいかな、完投あるかな。小宮山さん、
スタミナに余裕はあるっちゃあるよね。ベンチもリリーフは考えてるんでしょうか。まあそうですね、もうそろそろ継投という。ごめん、デッドボールだ。当たってしまいました。本当にごめん。バッターボックスには代打の内田。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。そうですね、送ります。取りました、一塁送球。うまいね。いや、近藤に任せてよかったか。全然近藤出てこなくてさ。さあ、そして打席には岡島が入ります。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあここを抑えて反撃の目をしっかり積むことですね。集中だぞ。君が見た光でちょっと面白いことしようとか考えなくていいから。送りバントだ。三塁方向、ピッチャー取った。これは際どかったが、うん、いいアウト。見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁二塁です。超怖いバッター来たな。ここからの組み立てでしょうね。さあ、この場面で打席には1番の松井が入っています。ここはできれば三振を取りたい場面ですね。そうですね。これでスクイズの可能性は薄くなりましたね。ですよね。誘ってきましたが見極めています。このピンチ空振り三振。超危ねえ。本当肝心なところで嫉妬するな。よし、山崎、今シーズンの得点圏打率は1割4分。絶対ここで押されてもダメだよ。銀次なんて何されるか分かんねえからね。ちょっと寂しい数字ですね。まああまり気負わず平常心でいってほしいですね。あ、そうですか。絶妙のコースに決めてきます。すぐに追い込みました。見送ります。さあ、勝負してくるのか。外の低め、いくぞ。やめます。どうだどうだ、決め切ってやったぜ。いや、そこで映しても面白くないんだよ、君が見た光は。あ、まだ投げさせる。やばいね、ちょっとスイッチ切れちゃってんね、俺の中で。ゲームは8回に入ります。楽天イーグルス、打順よくこの回はクリーンアップ。4点差ならさ、白村とかがいいんじゃないかい。ちょうどまあこういうところで宮西出すのも好きだけどね。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただ最後にしっかり守りたいですね。さすがですな。本当打つよね。ノーアウトランナー一塁です。打席には5番バッター中川。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。さて、バッターボックスの中川、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ一発長打が期待できる。走んないべ。和製タイプの一人ですね。まあそうですか。ゲッツーとはそういう色気はいらない。ゲッツーは結果でいいわ。よし、いい球を見せます。ちょっとあれだね、落ちなくなってきたね、フォーク。今ボールゾーンに行く予定だったんだけどね。うまいわ。レフトの前に落ちました。ヒット。これで4打席連続のヒット。宮西なり谷本なりでいいんじゃないか。宮西、よし頑張れ。さすがですね。で最後麻酔かい。宮西のままか。いや、よかった。7回3分の1 2取ったっけ。1かな。いや、よかったよかった。前にも谷本に助けられたしね。今回宮西か。頼りになるね、リリーフ陣。レアード1号だって。はい、まあちょっと被安打多いですね。やりました。うん、でしょ。はいよ。次の動画は8月に入ってから撮ろうかなと思います。ちょっとカレンダー見てみないと分かんないんだけど、予定は8月2試合、9月2試合で、その後に、CS。あ、微妙だな。CS いけるかどうかも微妙だな。まあ、とりあえず8月2本、9月2本という感じで撮っていきたいなと思います。
このね楽天戦がいくつかあるんで、この中でマー君とやれれば、まあもう一回ね楽天戦取ることになると思うんですけど、うん、その他でいきましょう。できれば全球団と取りたいっていうのはあるんだけど、なかなかねピッチャー操作だとそれは難しいところあるんで、まあ適当に8月上旬1回下旬1回って感じでやっていきます。次はいつかな、次どこって言ってた、んちょっと待って、次オリックス戦 28? 後半戦は月曜登板、じゃあ火曜登板か、ここら辺か、そっか、ソフトバンクになるのかな次は、うん、まあいいや、とりあえず、今回はここで終わろうと思います。そんじゃおります。バイバイ。